第18回柏記念アジュディミツオー優勝第19回柏記念ブルーコンコルド優勝第20回柏記念ボンネビルレコード優勝第21回柏記念エスポアールシティ優勝柏記念は千葉県競馬組合が船橋競馬場で出行する地方競馬の重賞競争である農林水産大臣が賞を提供しており 正式名称は、農林水産大臣商店柏記念と表記される。競争名の柏は、船橋競馬場の前身で、千葉県柏市に1952年まで所在していた柏競馬場を表している。副賞は、農林水産大臣賞、千葉県知事賞、日本中央競馬会理事長賞、日本橋協会連合会会長賞励賞、 日本地方競馬,馬場主振興協会会長賞、地方競馬全国協会理事長賞、千葉県司会会長賞、株式会社読売ランド賞。第1回千葉県営競馬が柏競馬場で行われたことを記念し、1989年に創設。本競争で2着以内の成績を収めた地方競馬所属馬には、帝王賞の優先出走権が付与される。 中央地方交流競争となった当時は春から夏にかけて短距離的競馬が出走できるダートの大レースがなかったためダートグレード競争となってからは中央競馬、地方競馬の一流馬による高レベルの争いが繰り広げられるようになりダートグレード競争となった当時の格付けは議員であったものが2002年には GII に2005年には GI に格上げされるに至った 出走資格サラブレッド系4歳以上、出走枠は地方競馬所属場8頭、中央競馬所属場6頭と定められている。下表の競争で所定の成績を収めた地方競馬所属場日本競争の優先出走権が与えられている。負担重量定量賞金額1着6000万円、2着2100万円、3着1200万円、4着600万円、5着300万円。 優先出走権付与本競争で上位2着までに入った地方競馬所属場には帝王賞の優先出走権が付与される。また上位3着内のうちの南関東所属最先着場には先玉杯の優先出走権が付与される。すべて船橋競馬場ダートコースで施行。R はコースレコードを示す。 同盟の準重賞競争が1978年から1988年まで船橋競馬場で行われている。この準重賞を上記重賞の始まりとするものもある。各界競争結果の出展、編集、ありがとうございます。